若本紀夫は、日本の声優、俳優、ナレーター、元警察官。シグマセブン所属。旧芸名は、若本の明。代表作に、サザエさん、ドラゴンボール Z、銀河英雄伝説、キト松本の滑らない話などがある。関西大学第一高等学校を経て、早稲田大学法学部を卒業。警視庁中野警察学校を経て、 警視庁機動隊に2年間勤務する。当時は学生紛争が過激化していた情勢下で、1968年の新宿騒乱事件では機動隊員として最前線で攻防に加わっていた。退官後に日本消費者連盟事務局の創立メンバーを経て、黒沢良のアテレコ教室を経て声優に転じたという異色の経歴を持つ。少林寺憲法三段。 全日本剣道連盟三段の資格を有しており、業界有数の武闘派という一面も持つ。また、武道以外にも、神道の資格である三相義隆子神道神宝教伝、開始判断を持つ。堺氏育ちであるため、先週弁のアドリブをこなすこともある。大学時代は、少林寺験法と講義に夢中だったので、就職は考えず司法試験や、大学院進学を考えていたが、 大学院試験に落ちたことに加え家庭の事情もあり10月から就職活動を開始。会社を一つ紹介してもらって3次試験まで残るも、面接前にビルを散策したところ気がない受験を放棄、その後、ハラハラドキドキする仕事と就職課に相談したところ、警視庁と消防官の募集を教えてもらい、消防官は禁止だったので無理と判断し警視庁に締め切り間近で、 書類を出して採用されたという。声優になる決意をしたきっかけは本人によると、消費者連盟で上司を殴り飛ばし、解雇された後に安酒をかっくらった後に、電車で帰る途中、シートで横になっていると、上の棚に置いてあった新聞が顔に落ちてきたことであったという。新聞には、黒沢亮の外画のアテレコ声優の養成所のオーディションの広告があり、その日は、 特に何も思わずに過ごしたが、次の日になると、警察も消費者連盟の仕事も馴染めなかったことから、自分は、組織や団体というものに向いていない。何か、手に職をつけて、腕っぷし一つだけでやっていける仕事に就くしかないと思い、新聞広告のオーディションに参加。オーディション当日、会場に到着すると、会場いっぱいに若者たちがいたという。若者が、何人取るの と役員に聞いたところ、20人と返され自身の受験票を見ると受験番号が300番台後半だったという。一度はやめようと思ったが会場に可愛い娘がいたことに加えてもう受験料を払ってしまったのだから受けるだけ受けようという気持ちから受験を決心。とにかくすられたセリフを無我夢中で吹き込んだという。結果、 行政書の最高権力者だった東北新社の中野、広質疑に認められ、全員不合格とした他の審査員の意見を跳ねのけた上で採用された。合格通知が届いた時に何気なく空を見たら、流れ星が見えたことから、これはもうやることだと決意し、異色の経歴でありながら25歳で、声優界へと歩み出したという。2000年代以降は、 アニメやゲームへの出演が増加している。それまでは、サザエさんの、アナゴさんなどに代表されるような脇役が多く、決してアニメ方面で売れていた存在ではなかった。そのため一時期はナレーションを中心に活動していたが、その独特のイメージを築き上げたことで、アニメファン層に性別問わず絶大な人気を誇る、声優の一人に数え上げられるようになっている。 その人気にあやかって、若本のりょうが読み上げる、小倉百人一首などが販売されたこともある。海外ドラマ、FBI 特捜班でデビュー。初主演は、OVA、早期閉 MD ガイストのガイスト役。テレビアニメでの初主演は、吉永三家のガーゴイルのガーゴイル役となる。同期の声優は、源田鉄将、銀河万丈。テレビタレントセンター、黒沢良事務所。 NPS テアトル、東京俳優生活共同組合を経て、シグマセブン所属となった。渋さと鋭さを合わせ持つ性質が特徴。主にワルの組織のボスや悪役、権力者を演じることが多い。二枚目や二枚目ハムを演じることもある。セリフにはアドリブが多く、テイルズ・オブ・デスティニーにで若本が演じたバルバトスは、シリアスな悪役であったが、テイルズ・オブシリーズの 特典 DVD では、セリフの字幕がないことをいいことにアドリブを行い続けた結果、通常とは異なるギャグキャラクターと化している。テールズ・オブ・イノセンスの特典 DVD のキャストコメントでは、小安武人にセリフ通りに喋らないと言われたほどでもある。特典 DVD での影響からか、その後に発売されたシリーズ共演、テールズ・オブ・ザ・ワールド・レディアント・マイソロジーニなどでの ゲスト出演では、セリフ字幕も含めて、コミカルなボスキャラクターへと変貌し、作品を覆うごとに、当初のシリアスなイメージからかけ離れていっている。また、ひとし松本の滑らない話や、嵐に仕上がれなど、各種ナレーションも多く担当している。投稿。特報王国のナレーションではうねるような独特の言い回しを多用し、これ以降大きく弾けた。 ギャグキャラクター役に抜擢されることも多くなった。後輩声優の間からも憧れの存在として見られることが多く、中でも杉田智一は田中理恵が先立って共演したことに対して羨望の眼差しを送り、後年赤本との共演を果たした際にはかなり感激していた。アニメ、銀魂で松平片栗虎が登場した際、原作者の空知秀明が松平は、 サザエさんで、アナゴさんの声をやっている人がいいと、雑談がてら作画監督と話した結果、本当に若元が割り当てられたという。専業声優が確立する前から活動している人物の中には、声優業を役者業における副業やアルバイト的役職としか見なさないものが多い中で、声優は役者とは別物という姿勢の一人である。また、自身も、 舞台を数多く踏んだが、本人は、あんまり、役に立たなかったなぁ、わからないけどねとも語っている。本人曰く声優とは、アーティストであると語っている。還暦を過ぎても、若々しい体を保っている。声優、俳優としての体を鍛えるために、武道や古神道を学び、オペラや大道芸、浪曲、虚無造尺八などの経験もあるとのこと。 声を使う仕事であることを重視し、喉や肺活量を維持するための日々の鍛錬は怠らず、ヨガや水泳で鍛えている。オフの日には10時間を費やすことも。殴られる役を演じる際には、顔を殴られる時の声と腹を殴られる時の声を使い分けているという。若元によれば、これは大学時代に4年間習った、少林寺拳法及び機動隊時代の経験をもとにしているとのこと。 独特の時代劇のような話し方は、趣味で鑑賞したのをや歌舞伎を演技の参考にしたという。若本本人は、自分は、他のところで、経験や勉強をして、それを仕事で吐き出すタイプと思っており、演じた役から何かを得ることはないと話している。バラエティ番組などで、たびたび放送される声優の本人、顔出しリクエスト企画には、出演 NG を出す場合もあるが、 ATX で放送された番宣部長など顔出しによる出演もたびたびある。前述の通りギャグキャラクター役として起用されることが多く、ワイルドアームズ・ザ・フォース・デトネーターでのガウン・ブラウディア役を演じるキワには、最近はずっとギャグキャラばかりで、やっと真面目な役ができると発言していたと制作スタッフが語っている。テレビ朝日系列で放送していた番組。 近未来予測テレビ時期ルアンドハイドの初期はハイドの声としてナレーションしていた。若元は思いっきり怖くやってくださいという番組側の要望に応え、マイクベタな目の重低音で血を吐うように淡々と読んでいたと述べている。その後、特番で番組の放送が休止していた期間にチーフプロデューサーから若本のナレーションは凄みが効きすぎてクライアントや 編集周辺から日曜日のお茶の場の一家団団を凍りつかせているといった胸の声が出たとのことでナレーション交番を伝える挨拶があった若本は語りの力を認められてまんざらでもない気持ちとレギュラー一本をなくした気持ちとが混ざって妙な気分になったというスーパー J チャンネルのザ・激戦区のナレーション収録ではマイマイクを MA スタジオ ザチューブに持ち込んでいた。自分の声が入るマイクにこだわっていたという。週刊トロステーションではピエールが登場するとよく若元関係のパロディが使われる。ピエールの声を若元自身が直接演じたわけではないが、プリズムブレイクを紹介した際のごっこ遊びでピエールがセオドア、ティーバックバックウェルの役になったためである。ふとじはメインキャラクター。 担当俳優映画、ドラマアニメ人形劇映画番組、バラエティミニ番組報道番組、テレビドラマ共用番組クイズ番組スポーツ番組、各機種の原作と配役が同じ場合、役名を省略。ありがとうございます。